ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。すいません。はい、懐かしの札幌新興校舎です。まもなくリストの運転を一時停止いたします。安全バイアやポルテスキーにしっかりとお伝えください。すげえ、それあ、止まった。ただいまお客様が安全に乗り降りするためリフトの運転を一時停止いたしました。そのままの状態でお待ちください。助けてくれ。救助隊待ってますね。救助隊。これ一応鉄道なんで。お待たせいたしました。はい、リフトの運転を再開いたします。安全バーや横の手すりにしっかりとお捕まりください。来たからあっち移しちゃう。あっち、これバッケンレコードは塗り替えられてるね。塗り替えられてるバッケンレコードも146m。電波悪いから、録画で、彼は録画です。これダメだ。山だからね。ダメです。夜乗せますね。夜、地面だからいいじゃん、地面。14分の6よくね、上から山頂からね。はい、6番目来ました。7番目しゅーって、あ、やべ、人がこちら。じゃあ配置つくんだよ。思い出すね、光景が。頂上か。ああ、これダメな携帯。これこれアップできないのか。ダメだ。
涼しいっていうか暑いっすね。暑い暑い、まあ暑いや。これ飛ぶとこ、あミュージアムっていうところにもね、こうゲームみたいなのあんで、俺そこでバッケンレコード出したね。あ面白いよゲーム、今見てみないと分かんないけど、あるかないか。これ中間、中間です。ここもう頂上、頂上だから。乗ってから6分、6分か。結構あれだな、あ止まったからか。いや人結構いらない人。うわあ帰り移すわこれ後ろ、ね、社長もちょ人いるんで、あちょっと切りますね。はいはい、すいません。はい、ありがとうございます。遊歩道入り口、これ外から見た景色こんな感じ。ああ綺麗だね。旭山公園からドーム、札幌ドーム見えるね。やっぱ札幌ドームでキャーンって来て、踊り公園真っ正面あるでしょ、踊り公園ツドームです。じゃあこれでちょっとライブやるんで